東条往来とは、現在の広島県小原市東条町の中心部に、当たるビンゴ国崎城を中心とした形で、放射状に四方八方へ伸びていた旧街道であり、その総称である。ビンゴ国崎城の地は、位置的に日本海と瀬戸内海とのほぼ中間に位置し、山陰地方の日本海と山陽地方の瀬戸内海を結ぶ陰陽連絡街道の中継地であったことから、 ビンゴ国北部における物資集散地として賑わい、中国地方各地からの街道が集まっていた。東条以外の地域からは統地に向かう道を東場街道とも呼び、特に引用連絡のものは、山陽側では、雲州街道や、雲州道とも呼んでいた。東条より、松江合図も大社に至る。東条より、米子屋大仙に至る。東条より、新宮三正加国に至る。 東条より吹屋に至る。東条側では吹屋往来などとも呼ばれていた。東条より成輪を経て備中松山城下に至る。東条より備中国笠岡港に至る。笠岡港に至る手前の王道では金の裏に至る別路も存在。笠岡港から四国、コンピラに向かう道でもあり、東条側では笠岡往来、高山市往来などと呼ばれていた。 また、笠岡、茨川では、出雲大社に向かう道でもあり、雲州街道、出雲街道などと呼ばれていた。経路については時代による変化や、別路の存在によって諸説あるものの、昭原市東条町より、人石郡人石高原町に入り、雪と夜松花積みを経て、岡山県高橋市に入り、杖立てから高橋市と茨人にまたがる高山市に入り、 茨城では先方を坂下市に可愛い吉井茨、山陽道七日一塾岩倉を経て、笠岡市に入り、大床代来を岩家を経て笠岡及び港に、至る経路が主に使われていたものと考えられている。高山市は、高橋市川上町鉱山市と茨城吉井町東、三原とにまだがる、集落地で、一置的に、東条と笠岡のほぼ中間に位置していたため、かつては、 周辺地域の各地からの街道が集まり、成和と並ぶ川上郡の商業集積地として、大正初期まで賑わっていた。大正初期以降は、当時、笠岡間の本路が杖立て高山市線、大坂下市議の経路から、杖立て西見原上市議下市議の経路に移行し、高山市は衰退となる。茨城吉井町吉井にある同標、当時より雪を経て、福山城下に至る。途中、 福山市鴨町に出るルートと福山市駅課町に出るルートに分かれている。東条側では福山道などと呼ばれ、福山側では東条街道、東条道などと呼ばれていた。東条よりビンゴ府中に至る。東条より尾道港に至る。東条より岩見銀山街道上下宿を経て三原城下に至る。東条よりビンゴ小原を経て三寺に至る。 秋国や岩見国に向かう道でもある。小原川では、微中路、微中ニーミロなどと呼ばれていた。ありがとうございます。